日本の補助貨幣とは、進化条例、貨幣法及び、臨時通貨法のもと、日本で鋳造され発行、流通した、補助貨幣すなわち、補助銀貨、補助銅貨、補助白銅貨、補助青銅貨、補助にッける貨、及び臨時補助貨幣の総称である。これらは、金貨すなわち、本位貨幣に対する補助貨幣として発行されたもので、ある。本来、日本の補助貨幣単位は、 千及び、輪であったが、戦後の激しいインフレーションに伴い、昭和23年から5円及び1円と、円単位の臨時補助貨幣が発行されるに至り、補助貨幣の定義に対する認識が曖昧となっていた。昭和63年4月に施行された通貨の単位、及び、貨幣の発行等に関する法律により、日本の補助貨幣の歴史は幕を閉じ、 現在日本において造幣局が製造し政府が発行する効果はすべて貨幣と称する。本校では主に戦前の日本における進化条例及び貨幣法に基づいて造幣局で製造、発行され流通を目的とした補助貨幣を解説する。これらのうち補助銀貨については日本の銀貨を1938年6月の 臨時通貨法施行後の貨幣については、臨時補助貨幣を参照すること。戦後の日本の原因効果幣については、日本の効果を、また現行記念貨幣については、記念貨幣の項目を参照されたい。進化条例施行に伴い、明治3年に金貨を呼び、銀貨の製造が開始されたが、当時同化製造所は完成していなかったため、 制定当初の銅貨は試作のみで発行されなかった。金銀貨の製造に遅れること3年、明治6年暮れに造幣局に銅貨製造所が完成し、新しく制定された2銭、デザインが変更された1銭、半銭及び一輪銅貨の製造が始まった。2銭から半銭銅貨までは金貨及び銀貨と同様に両目が額面と比例関係となった。 補助銅貨の通用制限額は、金種の混用に関わりなく1回の取引につき、最高額で1円とされた。リューズのデザインについては、金貨、銀貨のアリューに対して、銅貨には、雲流が採用された。一輪銅貨だけは小さすぎて、リューズを描くことが困難だったことから、他の銅貨のリューズに当たる場所は、クもンとなった。二線銅貨はサイズが課題であり、 逆に一輪銅貨は、過小なものであったため、流通不便貨幣としての、扱いを受け、明治17年をもって、製造停止となった。また五千銀貨もサイズ過小から明治13年をもって、製造停止となり、流通不便貨幣としての扱いを受けていたため、明治22年、代わりに五千白銅貨が発行されることとなった。この菊五千白銅貨は、 繊細な明治貨幣の中にあって、シンプルで斬新なデザインが大いに受けたというが、偽造貨幣の対象ともなったため、明治30年に貨幣法により稲穂の図柄に改正された。明治31年には同じ稲穂の図柄の一線性同化が発行され、これは、同化と直径、両目ともに同一のものであった。この一線性同化では、 竜図が外され朝日のデザインに変更されているが、これは竜を尊ぶのは、当時の敵国の新国の思想であるという意見が高まったためである。白道家の通用制限額は、当初、1円であった。一輪貨幣としては、関栄通り、宝堂一分線が以前その役割を果たしていた。また、関栄通り、宝新中四分線は二輪。 文久 A 宝堂四分線は一輪半、天保通り、宝等100線は八輪、寛永通り、宝鉄一分線は十六枚で一輪、及び寛永通り、宝鉄四分線は八枚で一輪として通用した。このうち寛永通り、宝鉄一分線及び鉄四分線は、明治六年十二月二十五日の貨幣奉仕工事に、廃止に、天保通り宝は、 明治24年末をもって、通用停止となった。鉄線の通用制限額は50銭、銅線は1円と定められた。対象5年、1銭及び五輪の青銅貨が小型化され、発行された。続いて、対象6年、5銭白銅貨は、造幣局始まって、以来の有効貨幣となった。さらに、銀価格の高騰から対象9年に10銭も、白銅貨となり、 バランスを取るため5 0は小型化された。大正9年から白銅化の通用制限額が5円に引き上げられた。昭和恐慌後世界情勢は悪化し、昭和6年の満州事変をきっかけに日本は戦時体制へ突き進むこととなり、昭和8年に軍事物資として必需品であるニッケルの備蓄を兼ねた1 0 0及び5000ニッケル化が発行された。これ以降、 貨幣のデザインは、千字路の強いものとなっていった。ニッケルカの通用制限額は5円であった。これらの線、林単位の補助貨幣、および官営通り、宝堂一分線、官営通り、宝新中四分線、文久 A 宝は、昭和28年末をもって、小額通貨の整理及び、支払い金の破数計算に関する法律により、廃下措置が取られ、 貨幣としての役割を終えた。現在これらの日本の金貨、銀貨以外の核補助貨幣については、多くは金属価値も希少価値もほとんどないため、古戦商による販売の際には、それなりの値段で販売されることはあっても、古戦商による買取の際には、買取拒否されるか、あるいは大量にまとめての安い値段での買取となることが多い。ただし業者によっては、 進化条例による、格動化や、稲一線制闘化、菊、稲、大型五千白動化などは、個別の値段で買い取られることもある。以下の補助貨幣は、小額通貨の整理を呼び、支払金の波数計算に関する法律により、昭和28年末限りで廃止された。進化条例の一部改正により発行。両目は、ヤードポンド法準拠であった。 以下の補助貨幣は、小額通貨の整理を呼び、支払金の破数計算に関する法律により、昭和28年末限りで廃止された。二千同貨幣、一千同貨幣、半千同貨幣、一輪同貨幣以下の、補助貨幣は、小額通貨の整理を呼び、支払金の破数計算に関する法律により、昭和28年末限りで廃止された。五千白貨幣貨幣法により制定。 両目及び直径は、借管法準拠となった。以下の補助貨幣は、小額通貨の整理及び、支払金の波数計算に関する法律により、昭和28年末限りで廃止された。五千白銅貨幣一千青銅貨幣以下の補助貨幣は、小額通貨の整理及び、支払金の波数計算に関する法律により、昭和28年末限りで廃止された。 10,000貨幣5 0白0貨幣5 0白0貨幣1,000貨幣5輪制動貨幣両目及び直径はメートル法準拠となった以下の補助貨幣は少額通貨の整理及び支払金の波数計算に関する法律により昭和28年末限りで廃止された1 0 0ニッケル貨幣5 0ニッケル貨幣昭和13年の臨時通貨法制定以降発行された 補助貨幣はすべて同法を根拠とした臨時補助貨幣であった。以下の臨時補助貨幣のうち、1000単位のもの及び1円を同うは、小額通貨の整理及び支払い金の波数計算に関する法律により、昭和28年末限りで廃止された。10円用銀貨は発行されず、通貨として有効でなかった。 一円をど貨及び十円用銀貨を除く、円単位の臨時補助貨幣は、通貨の単位及び、貨幣の発行等に関する法律により、この法律の下で発行された、貨幣とみなされ現在通用力を有する。昭和63年3月末をもって、貨幣法及び、臨時通貨法は廃止され、日本の補助貨幣の歴史は幕を閉じた。本表は、補助ど貨。 白銅貨青銅か及びニッケルカの年名別発行枚数を示したものである。しかし、貨幣面の年号の発行枚数と歴年上の発行枚数は一致しているとは限らない。明治30年頃までは貨幣の年号による発行枚数の記録が行われなかったためである。銅貨は明治6年名から存在するが一線を除いて、 製造が開始されたのは明治7年である。また、明治11年及び12年は、明治10年名の極印を用いて製造が続けられた。金貨及び銀貨と同様に、2銭、1銭、半銭、及び一輪同貨にはいずれも、明治25年名が存在するが、これは流通用に発行された貨幣ではなく、シカゴ万国博覧会出品用に、 各2枚ずつ製造されたもので、現在造幣博物館に展示されている。補助貨幣は、本位金貨に相対する名称であるが、昭和6年12月を最後に、金打館は停止され、昭和17年2月の旧日本銀行法、制定により、金貨の自由鋳造も適用されないこととなり、金本位制は名目化し、 その後金貨は1988年3月末まで現行貨幣として通用力を有したものの全く有名無実のものであった。円単位の臨時補助貨発行後から1988年3月末までは当時の事実上の現金通貨が日本銀行券と臨時補助貨幣のみであったため補助貨幣は日本銀行券に対立する用語として一般には捉えられていた。 AB 戦前発行の効果としては珍しく、両面とも菊花紋章が存在しない。AB16 花弁の菊花紋章ではなく、10花弁の菊の花の図柄が上下に2つは知らわれている。ABCD 明治6年名を含む、ABCDE 明治10年名、ABCDE 教師貨幣を翌年度に発行。日本銀行に引き渡されたが流通せず一部紙。 ありがとうございます。